我は全知全能の神、悪夢と書いてナイトメア。どうもこんにちは、グレイです。よろしくお願いします。きっつ、マジで。ということでね、まあ、前回のときめき戦士に続いてなぜこうなっているのかは昨日の生放送、よかったら見てください。まあ昨日ね、最下位じゃなかったんだけどな、最下位じゃなかったんですけど、まあなんかこういう運びになりましたね。まあこの動画の挨拶1週間とツイッターの名前もね、合わせて1週間変わってますんで、まあ前回のね、あれもそうでしたけど、今回もまたね、フォロワー減るんじゃないかなとちょっと思ってるんですけど、よかったらね、この機会にフォローしてください、お願いします。さあ、ということで、まあ今回はですね、スランクライトが登場になりましたということで、動画の方撮っていきたいと思うんですが、これでですね、やっとレギュラーポジション全てが出揃いましたね。まあ結構ライトに関しては確かにね、今年こうこのラインナップ見てもらっても分かる通り、初登場の選手も非常に多かったりとか、戦力図がねかなり変わってるポジションだったんで、まあいろいろと都合が良かったのかななんていう風に思ったりしているところでもあります。でそれと合わせてですね、今日覚醒の助っ人外国人、こちらも来ているんですが、こちらに関しては別の動画で、解説をしていきたいなと思います。やっとね、巨人ビエラ選手の、まあ、覚醒ながらスランクが出たりとか、まあいろいろと嬉しいラインナップになっているかなというふうには思うんですが、こちらはまた別で触れていきたいなと思います。であとはですね、残念なお知らせとしては、リアタイの全国大会が中止の発表がありました。まあこれは今リアタイにおいてね、いろいろな不具合が発生しているからというところが理由になっているみたいなんですが、まあただここはちょっと残念ですけども、まあいい対応というか、いい判断なのかなというふうに個人的に一プレイヤーとしては思いますね。であとはそれと合わせてアップデのね対応もあったんですけれども、このアップデート普通に神ですね。リアルタイム対戦と永久練習モード追加ということで、まあこれに関してはね、本当に欲しいと思ってた方非常に多いんじゃないかなと思います。プラチナランクで登板数の多い投手がピックアップでね選べて、この打者に関してもね、プレイヤーが所持してる選手で、まあ、練習を行えると。逆に言えば、だからこの対戦相手に関しては持ってないピッチャーとの練習ができるってことですよね。だからこれ本当に神仕様かなというふうに思います。まあ僕もね、ちょっと昨日不甲斐ない成績だったんで、これちょっと練習したいなと思いますね。はい。でもあとはそれ以外の対応に関しても本当に早くて、解消できてないものも、まあ実は不具合情報、まあこの間動画の中でも触れた打撃カーソルのブレの問題、思うように動いてくれないとかっていうような話とかも、まあ実際本当に起きているみたいで、まあ不具合まだ確認されていて、アップデートできてないっていうところもあるんですけど、まあでもそれ以外のね、多くのところで、多くのユーザーで言われていた部分に関しては、もう今回のアップデートでね対応されているので、この辺は早いなというところです。ということで、まあちょっと今回ね、このタイミング盛りだくさんの更新があったんですが、今日の動画ではまずはライトの順位選手の能力解説からガチャという流れでやっていきたいなと思います。前置き長くなりましたが、早速本編やっていきましょう。さあ、ということで早速能力見ていきましょう。まず1人目、ソフトバンク栗原選手です。はい、こちらに関してはミートが爆上げですね。プラス12アップになっております。で、称号でのミパ同値が狙える形になりましたね。まあ本来元々のね、ミートが、まあ、低かったところもあるんですが、まあここはしっかりと反映がされてきたなというところではあります。で、あとはライトの適性が D から C に上がったりとか、あとはファーストも特殊で B まで届くっていうラインまで来ているので、まあこの辺はかなり大きな能力修正と言えるんじゃないかなというふうに思います。続いて、ロッテマーティン選手ですね。はい、こちら走力プラス1のアップ査定です。まあ打撃能力に関してはそこまで大きく変わらなかったっていうところなんですが、まあ守備が若干下がっちゃいましたね。65から60へのダウンという感じになっています。ただ相変わらずの肩 S とかスローイングの高さとかは、素晴らしいかなというところです。特殊能力は変更ありません。全部カタカナのやつですね。続いて西武愛斗選手です。こちら通常Sランク初登場になりました。で、まあ現時点では完全走力型って感じなんですが、称号まで持っていければパワー走力同値、こちらが狙える形になります。ただこれ難易度高いっすね。はい。であとはライトの守備が B 適正になっております。ここはまあかなりいい査定と言えるんじゃないかな。ライトの守備 B 以上の選手もそこまでね、現役選手では多くないので、まあさらにアイト選手に関してはまだまだ能力伸びる選手だと思いますので、まあかなり今後の能力にも期待できるんじゃないかなというふうに思います。続いて楽天岡島選手です。はい、こちら2018年シリーズ2以来の通常 S ランクは登場という形で、 TS はね去年登場かなって感じになってたと思うんですけど、通常 S ランクは非常に久々ですねといった感じです。で、称号でミート走力同値狙えますね。で、今年ここまでね数字かなりいいので、セレクションの予想の中でもね、対抗の枠に一応入れてたと思うんですけど、まあ、かなり登場の可能性も、高いのではないかなというふうに思っています。続いて日本ハム太田選手です。はい、こちらパワーがマイナス1のダウン査定になりました。ただそれに伴ってミートパワー走力全動値になったので、まあ、逆に下がって強くなったっていうね、まあ、能力は下がったけどゲーム内での使い勝手は高くなったっていうところでは、まあ、複雑な感じでありますが、ミートパワー走力全動値になっております。で、サブポジの適性がですね、守備適性の部分では下がっていて、DD という感じになっているんですが、まあ、ただライトがもう A で81
1なので、まあ、基本的に太田選手ね使うならライトっていう感じに当然なるかなというふうには思います。続いてオリックス杉本選手です。はい、こちら通常の S ランク初登場になりました。こちら称号でパワー A 狙える形になりましたね。もともと A ランクのね、能力が先に出てたんですけど、そこでの S ランク換算だとミートめちゃくちゃ低かったりしてたと思うんですけど、まあ、そこはさすがに修正が入りましたという感じです。ただね、ここに関してはセレクションでの登場の可能性も非常に高いと思っているので、まあここはまあ通常無理に取りに行かなくてもいいのかなっていうところでありますが、オリックスファンの方とかはね、今の飛躍を考えるとまあ欲しいのかなというところであります。個人的にも A ランク全然持ってないんで、 S ランクでもいいから当ててセレクション用に取っておきたいなって感じではありますね。続いて巨人梶谷選手です。はい、こちら移籍後初の通常 S ランク登場になりました。で、証拠なしでのミパ同値っすね。いやもうこれ本当にあるあるですけども、移籍した瞬間に同値になるというね、そんな能力になっておりますが、まあ、それと合わせてライトの守備もね若干上がってるんですよね。65から67に変わってます。メイン適正最後 DNA バージョンセンターだったんですけど、ライトに変わってますね。まあ、ここも使い勝手的にはかなりいいかなと思います。続いて阪神佐藤選手です。はい、こちら通常のスランク初登場になりました。覚醒ではね登場していたんですが、そこよりもさらにもうね現段階で能力が上がりまして、称号でのパワー A 届く形になりました。79ですね。ここはかなりもういい評価を受けているかなという印象ではあります。ただここもまあセレクションの登場の可能性は非常に高いと思うので、まあ無理に通常を取りに行く必要があるかと言われると難しいところなんですが、ただ覚醒から比べてもねかなり能力変わっていて、覚醒の段階ではサードがメインだったと思うんですが、まあ、ライトがね今回登場というところでライト適正メインに変わっていて、で C62 までライトの適正伸びてるんですよね。まあ、ここはかなり守備においてもいい査定を受けているなという印象です。そして特殊能力も素晴らしい。個人的に今回ライトを、まあ、一番欲しいかなっていう感じですね。続いて中日平田選手です。はい、こちらミートがマイナス2のダウン査定になりました。で称号でのミート A がね残念ながら届かなくなったっていう感じではあるんですが、まあでも思ったほどがっつり能力を落とされなかったかなっていう印象ではありますね。去年の成績を考えるとちょっとねやっぱりがっつり落とされてもおかしくないかなっていう気はしていたんですが、そこまで落ちなかったかなっていう印象です。ただサブポジの適性が、まあ、太田選手と同様に1ランクずつ落ちたっていう感じかな、にはなっています。ただ肩の強さとか相変わらず素晴らしいですね。続いて DeNA オースティン選手です。はい、こちらはミートがプラス3のアップ査定になりました。そして称号でのパワー A が狙えるっていうところなんですが、ちょっとねオースティンの査定、まあ、間に合わなかったから、まあ、ここ1ヶ月のね6月かなり、まあ、めちゃくちゃ打ってたっていうところでの印象もあると思うんですけど、まあちょっと能力寂しいかなっていう感じはしますね。パワーに関してはもう佐藤輝明選手に抜かれたっていう査定なので、まあその辺はどうなのかなっていうところもあるんですけども、まあここはシリーズ2での爆上げ、ないしはセレクションもし登場するのであればそこでの期待っていう感じになるのかなというふうには思っています。であとはまあ全体的に守備適性落ちちゃいましたね。まあランクが落ちたっていうよりかはランク同ランクの中での数字が落ちたっていう感じではありますが、ちょっとそこは残念なところでもあります。続いて広島鈴木誠也選手です。こちらミートがマイナス2のダウン査定になりました。で正午でのミパ同値が狙えるっていうね、相変わらずの能力にはなっています。逆に言うとミート下がってくれたことによってミパ同値の難易度はまあちょっと楽にはなったかなっていう感じはありますけれども、守備適性もちょっと落ちちゃいましたね。ライトの守備が74から72の、まあ、ビダウンという感じはありますけれども落ちてしまっています。まあでも現環境のライトでは当然やっぱり最強と言っていいかなと思いますね、現役の中では。でラストヤクルトサンタナ選手ですね。はい、こちら通常のSランク初登場になりました。で証拠でのパワー A が狙えるという感じになっています。でさらには超広角打法も持っているので、まあこの辺はかなり、まあ最近結構やっぱなんか新外国人選手とかも超広角高くなってるような印象を受けますね。この辺はまあ今のアップデート環境、現環境も含めてのところもあるのかもしれませんが、まあ、ラインドライブの超広角というところではサンタナ選手の使用感もね結構気になるところかなというふうに思います。はい、ということで以上12選手の、まあポイント能力解説というところだったんですが、まあ今回どうしよう、本当に個人的に欲しい選手が非常に多いっていうところであるんですけど、まあちょっとセレクションでもね出そうなところも多いんで、まあ、複雑ではあるんですが、まあ今回はね自チーム S ランク狙い撃ちスカウトが来ていて、これ A ランクの自チーム選手も確定なんですよ。というところで佐藤輝明選手の A ランクも狙いつつ、まあ、S ランクも狙っちゃおうかなというふうに思っております。まあ、能力修正がねこのタイミングで入ったとはあるんですけれども、まあ、セレクションともね結構近い能力かなというふうにも思うんですよね。なので、まあ、もし仮にセレクションが取れなかったとしても通常で普通に、まあ、使用感試してみたいところもあるので、ちょっと今回阪神でいきたいなと思います。はい、ということで自チーム阪神していきました。いきましょう。今一応ね佐藤輝明選手の A ランクが何枚かな、2枚か3枚、覚醒含めて3枚かなというような状況なので、まあちょっともう少し A ランクを集めておきたいなといったところでございます。さあ、まあなんなら S ランク、まあもちろん S ランクを当然ベースには狙っていきます。さあ、一応今回50連想定でエナジーは用意してきていますが、まあ内容次第、結果次第かなという感じです。
さあ、ちょっとここ最近ね、あんまりガチャ運良くないので、動画の中ではね。この動画の中で、ライト、まあ、新選手の確率もね、ガチャとして上がっているので、ちょっとその辺、取れたら嬉しいかなというところであります。梅野選手の A ランク、侍ジャパン追加招集おめでとうございます。さあ、2回目。ここではまだ自チーム確率は 50%、新選手確率 30%。ただ、このガチャ、本当にまず 2.5% 引かないといけないんでね。まあ、そこがかなり難しいところ。さあ、行きましょう。まずは緑。もう一個、レインボー！いやちょっとね、痛い挨拶、痛い名前に変わってますけれども、ガチャ結果は悪夢とならないようにしたい、マジで。さあ頼む。いや厳しいな、まあ、そう簡単に出ないガチャではあるんですけども、 A ランク欲しい、マジで A ランクのパートを狙っていただければ自信が出る。はい、バーバー選手、昨日ちょっと誰だったましたね。阪神運ね、最近本当に、まあ、改めてめちゃくちゃいいんで、プロスピエースの中では、まあ、ここ最近でめちゃくちゃ阪神運っていう感じの動画なかったかなと思うんですけど、あのプロスピの据え置きのね、2015でグランプリモードをやるって配信を、まあ、ちょっと最近までやってまして、でそこではめちゃくちゃ阪神運がね、やたら良かったりする。なんぜかわかんないけれども、阪神との相性はいいので、このガチャでもいい結果になると信じている。あれ、まあまあでも、テルアキ選手の A、佐藤テル選手の A が出れば自信点3、今日はこれを A 入用、頼む。はい、ドン。まあでも A も確かに実際もう17選手出てるから結構しんどいよね。さあということで40連目、何事もなく1000エナジーが溶けていきそう。いやー渋、なんもない、マジで。これはマジのナイトメアかもしれない、本当にナイトメア界になっちゃう、マジで。ガチャ生まれナイトメアになったらもう本当に死ぬ、頼む、お願い。ファンです。いや頼むんで、 A ランクでもいい、途中の A ランクでも狙っていけ。あーれー、やばくねこれ。はい、スケット率高すぎということで、用意してきたエナジーがもうなくなりそうです、50連目。いやー、ここからはね、まあ、S ランが出たらかなり確率は高いので、まあ、いいんですけども、 2.5% 引こう、マジでしょっぱすぎるよこの動画。おー来たー、オッケー。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。よかった、マジで。とりあえずナイトメア界は回避しました。いやーお願いします、マジで。ここで佐藤輝明選手、なんならもうファンを引こう、自チームエース引こう、来い。あー来ないか。あ、でも調子くん絶好調。はい、あ、もうこれ2枚あるな。あ、全然ある、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 あれ、あー、いや、ないかも、これ。1枚かな。まあ、1枚でもいい。1枚でもいいから、佐藤輝明選手に引かせてくれ。お願い。あら、そっちはない。後半全くなかったな。まあ、でもいいでしょう。とりあえず S ランクが確定している。いやー、頼む、マジで。もうどこで出るか分かんないから言っときます。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひともね、この動画良ければ、高評価、チャンネル登録お願いします。いや、マジで、この挨拶1週間続きますけれども、どうかね、お付き合いいただければ嬉しいです。さあ、ということで、どこで来る、頼む。3枚目よー。3枚目よーっ。引いたー、ありがとうございました。マジで最強。いや待って、まだもう1枚あるかもしれん、まだもう1枚あるかもしれん。さすがにねえか。これで A の佐藤輝明選手が来たらマジで神。ああ、まあでもやっぱり俺と阪神には何かがある。ありがとうございました。